コゲンタ事件。これだけ聞くと何のことだかわからない人がほとんどだと思うが、非常に胸クソが悪く残酷で、検索してはいけないワードの一つとして有名である。かいつまんで話せば、社会不適合者の男が猫を虐待する様子を実況中継した事件である。ことの発端は2002年5月6日の夜、有名ネット掲示板2チャンネルにてペット大嫌い版という中で、おいお前らというタイトルでスレが立てられた。このスレッドを立てたのは松原潤という男。松原はビルレバンガーというハンドルネームで書き込みしていた。松原はキャリアを捕まえたから画像のアップローダーを教えろという書き込みをする。見ていた人はキャリアとは何のことだと思ったが、次に松原がアップした画像にはバスタブに閉じ込めた猫が映っていた。どうやら松原の言うキャリアとは猫のことらしい。ペット大嫌い版には動物を痛めつけて喜ぶという異常者が集まっていたため、どのように痛めつけようかと問うと、とりあえず尻尾と四つ足どれから行く、次はどこ、足でも耳でも目でもいいぞといった意見が飛び交った。こうした意見を取り入れ、松原は猫を痛めつけていき、その一連の様子をデジカメで撮影した後、スレ内に公開していた。松原は異常者たちの書き込みに応えるように凄惨な虐待を開始。猫は徐々に解体されていき、その様子は7枚の画像に収められていたが、途中から明らかに絶命しており、残虐な仕打ちは実に4時間にわたっていた。そして動かなくなった猫を松原は川に捨てたのである。この狂った蛮行はすぐに通報され、ビレルバンガーの特定が始まった。2チャンネル内にはなぜか異常に情報収集や解析の技術を持っている人が多数おり、そういった人間は特定犯と言われ、彼らもこの騒動に駆けつけ、投稿者の書き込みのログや画像を解析し、数日のうちにビレルバンガーの正体が福岡県在住の松原潤と特定した。松原と特定されたことで、猫が残虐の末に命を奪われたことを知って怒りを覚えた人々により、福岡県警に多くの通報が届いた。当時はネット内の出来事がリアルに影響を及ぼすことはあまりなかったが、さすがに無視できないほどの通報が来たため、警察も動かざるを得ず、犯人の松原潤は福岡県警によって犯行が行われた日から16日後に書類送検された。事情聴取の際、松原は猫は逃したと供述したが、2チャンネルに猫の遺体は川に捨てたと投稿していたため、すぐに嘘だとバレた。実際に調べてみると、松原は猫の亡骸を川に捨てていたことが判明。その他にも松原潤が警察に対し罪を免れるために可愛く思って連れ帰ったが、浴槽にクソをしてカッとなった、目立とうと思って画像を上げたが思った以上に反響が大きかったなどと説明していたことなども知れ渡って、多くの人々の怒りを呼び、刑事訴追を求める署名運動など大きな動きとなった。ネット上で大きな騒動になったことから、その熱は動物愛護団体や他のウェブサイト、マスメディアにも波及していき、とうとう新聞やテレビもこの事件を福岡猫虐待事件として一斉に報道し、瞬く間に社会問題へと発展した。猫や動物が特別好きというわけではないという人たちからも、松原の意味不明な蛮行には吐き気を催し、怒りを覚え松原に社会的制裁をということで署名運動まで行われた。福岡県警には松原の逮捕と実刑を求める嘆願書が合わせて3000通以上寄せられ、それらを受けて県警は獣医師に依頼し、問題の写真を鑑定し、その結果猫の死亡を確認。これにより松原の供述が嘘であると発覚し、証拠を隠滅する恐れがあるとして逮捕に踏み切った。ネット上の出来事、まして動物虐待で逮捕されるのは極めて異例であり、罪もない猫が
一人の男の狂った自己顕示欲によって命を奪われたことを不憫に思った人たちが起こした奇跡であった。知見は起訴の理由について極めて悪質で社会的影響も大きいと説明。松原は猫をいたずらに傷つけ死亡させたことを認めた。もともと多くの人の運動で逮捕にこじつけた事件であったため、初公判には100人を超える傍聴人が集まっていた。多くの人が見守る中、松原に下された判決は懲役6ヶ月、執行猶予3年。動物愛護法違反での有罪ということ、多くのウェブサイトにより顔写真や住所などの個人情報が流された松原はすでに社会的制裁を受けているとみなされ、減刑が認められての結果である。刑が軽すぎるとして憤る人も多く、またもう二度とこんなひどい動物虐待事件を起こしてはならないとして、この事件を教訓に活動している人もいる。この事件を松原を特定する頃から熱心に追っていたウェブメディアが必死に調査した結果、犠牲になった猫は名前のない野良猫であったことが分かった。このサイトの運営者が葬儀を挙げる際、僧侶に猫の戒名をつけてもらった。それがコゲンタという名前であり、今回の事件がコゲンタ事件と呼ばれるようになった由来である。ここで犯人の松原淳について振り返る。松原は事件当時26歳、出身は広島県呉市で、大学は九州の名門九州大学工学部に進学している。ちなみに一流した。こんな事件を起こすような卑劣な人間だけあって、目立たない社交的とは程遠い性格、いつもおどおどしている対人恐怖症のようだった。話すとき人と目を合わせない、声が小さい、やたらと早歩きと、その様はみんなが予想する通りのものだった。大学を卒業して福岡県内のカメラレンズメーカーに就職。しかし3年ほどで退職し、その年にコゲンタ事件を起こした。実は動物虐待をしたのはコゲンタが初めてではない。それまでもハムスターを虐待した様子を2ちゃんに投稿したり、自宅のベランダから鳩を狙ってモデルガンで撃ったりしていた。そして掲示板内で注目されたかったのか、野良猫に目をつけた。コゲンタはもともと飼い猫で捨てられた猫だったため、人間に慣れていた。それで餌を持ってきた松原に警戒心も持たず近づいて捕まってしまったのである。有罪判決が下されたとはいえ、執行猶予がついた松原。裁判終了後は松原の母親が人目につかないように覆いかぶさるようにしてタクシーに乗った。その後実家のある広島県に引き戻され、松原に謝罪するよう求めた人たちもいたが、松原にその動きはなかった。しばらく松原から音沙汰はなかったが、事件から7年後に広島のローカル紙にて部屋で薬品を熱して爆発事件を起こし、部屋にいた男が重傷を負ったという事件があった。その男こそ松原淳だった。コゲンタ事件は今もなお覚えている人がいるほどの事件。発生から7年経っていたとはいえ、松原のことを覚えている人は多く、久しぶりに事件のことが想起された。松原の人間性もあってか、もしかしたら爆発物を作っていたのではと疑われる当たり日頃の行いが悪い証拠である。コゲンタの生前の写真を見ればわかるが、本当に可愛らしい。この子にあんなひどいことができる松原はもはや人間の常識が通用しないのは明らかであろう。これは少し有名な話であるが、凶悪犯罪者は殺人をする前に猫を虐待しているケースがある。やや暴論かもしれないが、猫をいじめるようなやつは大事件を起こす前兆の可能性があるのだ。有名どころで言うと榊原征と、最近だと茨城一家襲撃事件の岡庭義行などがいる。もし周囲の人間で猫を虐待している人がいればすぐに通報してほしい。また親御さんなら
自分の子供がそういったことをしていたらすぐに相談してほしい。もしかしたらそうすることで将来起こる大事件を防げるかもしれない。そしてコゲンタを忘れないためにも、この事件と松原のことは定期的に思い出すようにしていきたいと思う。